はい、萌ちゃん、ブンブン風が当たっておりますが、マジ風強い。ちょっと今回教えてもらいたいのは、はい、ライですね。はいはい。まあ、打っていったら長いラフの中に入ったとか、まあ、そういうなんかやりにくいシチュエーションの時に、あ、はい、まあ、どうやって打つのかなっていうのを教えていただきたいと思います。で、早速なんですけど、こういう、うん、なんていうの、枯れちゃったところ、はい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 、なんていうんですか、ディボットの中とかベアグラウンドとか、はい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 、こういう多分こういう芝がないような状態の時、うんうん、で、まあ、107番で140ですよね。はい、残り140でこういうとこになっちゃったっていう時。ああ、はい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 。そういう時はまず番手を上げます。で、うん、まあ、番手上げる理由としては、まあ、フルショットがしづらい、そのちょっとクラブヘッドの入射角っていうのを変えていく、ちょっと上から打ち込みに行くような感じ、ボールの前の方を打っていくようにしていくのに、フルショットしちゃうとちょっとこう下から入りやすくなっちゃうんで、私の場合、うん、でちょっとクラブ短く持ってハーフショットで打つっていうのを考慮して、ちょっと番手を長くします。番手を上げるのと、まあ、フルショットしないでちょっと抑えて、そうですそうですそうです、打つっていう感じ。 UTT にしちゃう。結構極端に上げるんですね。そう、まあ、その風とかの状況にもよるのかも。風もあって、で、まあ、本来だとこの状況だったらボールクリーンに打たなくちゃいけないじゃないですか。だからちょっと上から打ちに行くような形にしたいんですけど、私自身が結構ダウンブローに打てないんです、うん、打てないんで、多分レベルブローって言ってちょっと入射が浅い感じになっちゃうんで、まあ、ちょっと変な話レベルに入ってダフっちゃったとしても、滑りやすくするのにちょっとこうソールが広いやつで、なおかつちょっとヘアウェイウッドに比べたらクラブ短いんでコントロールしやすいっていうので、私だったらこの状況だったら UTT 使って打っちゃうって感じです。はい、これでちょうど140ぐらいじゃないですか。うん、はい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 、140ちょうどっていう感じ。風がなければもうちょっと計算しやすそうですね。まあちょっとそうですね、かなりちょっと難しい状態にはなってる、うん、ごめんなさい、トップしちゃった。プロから見てもこういう状況ってのは難しいんですか？難しい、すごい嫌。嫌レベルなんだ。嫌だって感じ、もうガーンって感じ、チーンって感じ。じゃあなんか距離が短くてもやっぱちょっと難しい。難しいです。あ、超むずい。じゃあもう本当乗ればラッキーぐらいな感じで思って。そうそんな感じ、そんな感じです。とりあえずはちょろないようにみたいな感じですかね。こういう時にそのピンが極端に右側に切ってるとか、はあはい、要は奥側に切ってるとかだって、そこダイレクトに狙うと難しいから、はい、わざとちょっとセンターに狙っとくとかっていうのはあるんですか？それはないんですか？それはあります、それあります、うん、もう本来だったら多分140ヤードとかだったらピンのこっち側とか、うん、なんか大体グリーン4分割とか6分割ぐらいしてこことかって狙っていくと思うんですけど、もうこういう状況になったらもうこのグリーンのどっかに乗ればいいぐらいの、あ、じゃあメンタルで安牌のところに、そうだってこれもうこれ見た瞬間にチーンってなってるんで、あ、それでそうだな、やばいですだからプレッシャーかけちゃったらそれで余計チーンってなっちゃうから、私の場合はもう乗ればいいやぐらいの感じでやってます。わかりました。じゃあまあちょっとそんな感じで、はい、ありがとうございます。もう一個ちょっとあって、はい、長いラフで埋もれてる
あ、トキですよね。これもね結構その特に夏場とかだとあ、そうですそうです、こういうこれですよね。これはもう何ヤード設定です？これも100、とりあえずは140です。140、まあ、140だとしたらもう乗せらんないですこれ。乗せらんない。プロでも。プロでも大丈夫ですか？プロでも、うん、ヘッドスピードがある人とか。あ、そっか、そうだよね。ごめんごめんごめん。なんだよ。女子だった。最低。じゃあプロは何でもできるっていうなんか。すいませんすいません。それは偏見。これどう考えたって芝の抵抗が強すぎちゃうんで、うんうん、力がないと絶対振り切れないんです。本当だったら長いのとか、まあ、7番とか、まあ、芝の抵抗考えたらもっと上がるじゃないですか。6番とか5番やんでやりたいけど、長くなればなるほどやっぱ当たってったこのな、芝の抵抗が強すぎてしなりすぎちゃうから、うん、力が伝わりにくくなっちゃうじゃないですか。もしこれが140だとしたら、私は基本ピッチング長くても9番以上は持たないかな。だから140は諦めるってことでしょ。諦めます、諦めます。男子プロとかってそれでもなんかすげえパワフルに持っていくじゃん、はいはいはい、まあまあ だから俺少しイメージの相違があったんだけど、私だったらこれ80ヤード、うんうんうん、だったら80ヤードをピッチングウェッジ、あ、それ以上は結構ギャンブルになっちゃう。ギャンブルになる。OKOKOK。そしたらピッチングで頑張ってみるか。そう、ピッチングで頑張る。全然ボール見えないし。じゃああれなんですね、こういうラフにも入ってもさっきみたいな感じでゲーって感じなんですね。もうチーンです。距離が長かったりしたらもうチーン、あー、タイムリーみたいな。もう無理みたいな、帰りたいって感じ。帰りたいマジで、じゃあこの時の打つ打ち方のポイントをお願いします。打ち方のポイントは芝の抵抗ちょっと強くなると、私のちょっとこう重心下げて足腰しっかり耐えられるようにしておく。あ、重心を下げる。そうそう、はい、下げていくのと、はい、もう絶対振り切る、止めない。そうね。いつもよりも勢いよく振り切っていくぐらいの、あ、なるほど、感じです。それぐらい。OK です。で打っていくって感じかな。風強いからあれかな。80強は飛ばなそうか。行かないかもしれないですね。って感じ。あー、つら。もうアドレスはあのボールの位置はいつも通りでいいの？はい、いつも通りで大丈夫です。重心を下げてしっかり振っていくっていう。はい、はい、今森氏手首負傷中なんでこれ最後で。だから女子とか、本当の女子って言うんですか、女子だけど、私も満足を買えない女子、アマチュアゴルファー、あ、そうです、エンジョイゴルファーみたいな。そうです、そうです、そうです。とかはもうサンドウェッジ、ウェッジで全然大丈夫です。確かにね、変に私がピッチングって言ったからピッチングじゃなくて言うても、確かに状況によってはこうラフがすごい長く続いちゃってたりしたら、横もう斜め横とかに出すって感じだよね。ポンってまず出すっていうのが大事です。うん、あ、つらよしよしっていう感じです。悪いライン、そう、悪いライン、打ちづらいラインの時に、まあ、状況を見てクラブ変えて、はい、気持ちが下がるラインですね。気持ち帰りたくなるライン、はい、からの打ち方です。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。